大地と海の歌は、イギリスのロックバンド、ハンブルパイが1970年に発表した3作目のスタジオアルバム、A&M レコード移籍第1弾アルバムにあたる。オーブリー・ビアズリー、ザ・ストマック・ダンスデビュー当時の所属レーベル、イミティエイトレコードの倒産に伴い、バンドはD・アンソニーをマネージャーとして迎え、アンソニーの助力により A&M との契約を得た。ピーター・フランプトンによれば、本作をプロデュースしたグリン・ジョンズは、バンドの過去の作品に関して、君たちの強みが完全には出ていないと主張し、スティーブ・マリオットが、ボーカリスト、フランプトンがギタリストという役割分担を明確化させたという。なお、フランプトン自身は2016年のインタビューで、この件に関して、バンドの中の誰も、スティーブがより多く歌うことに対しては、問題ないと思っていたよと語っている。ジャケットに使用された絵は、オーブリー・ビアズリーが、サロメの挿絵として描いた作品、ザ・ストマック・ダンスである。ジム・ニューサムは、オールミュージックにおいて5点満点中3点をつけ、大地と海の歌に関して、ピーター・フランプトンが1970年代後半に、ソロアーティストとして、ミリオンヒットを飛ばすこととなる、アコースティックギターを基本としたサウンドの青写真、スネークルンバ及び、レッドライトママ、レッドホットに関して、翌年のフランプトン脱退以降、スティーブ・マリオット主導となっていくバンドのハードロック的な方向性を示していると評している。Live with me、ライブ・ウィズ・メ7時55分オンリーアローチオンリー、エーローチ2時49分スネークルンバ、ワンアイドトラウザースネークルンバ2時51分大地と海の歌。アース&ウォーターソング6時18分アイムレディー、アイムレディー4時59分、スキントのテーマフロムスキント5時43分レッドライトママ、レッドホット、レッドライトママ、レッドホット6時16分スイートバイン、サキング、オンザ、スイートバイン5時46分アディショナルミュージシャン。ありがとうございます。